はい、アンビの新井大輝です。では今回は一冊の本ですね。読む力をつけるノンフィクション選、中高生のための文章読本という本について紹介していきます。では始めていきますね。今回紹介する本は編著本です。つまり一人の著者が一冊まるまる書いたのではなくて、約20冊の本を一部ずつ紹介してまとめたものになっております。この本を編著したのは、普段高校で国語あるいは現代文を教えている教員3名の方になります。そもそも今回この編著本どこで出会ったのかについて軽く紹介すると、私新井大輝がたまたま書店でうろうろと歩いている時に偶然見つけました。本をパラパラと眺めていた時に、著者20名くらいいるのですが、そのうち半分くらいは知っておりまして、残り半分の方、どういう考え方を持っているのかなとか、どういう主張を展開しているのかな、そういう知的好奇心を満たしたいと思いまして購入しました。またもう一つ理由挙げるとするならば、中学生高校生中心におすすめの本何かないですかと言われた時に、普段あまり本を読まない人に対して紹介する一冊になりそうだなと、そういう意味合いも込めて購入してみました。今スライドに8冊本が掲載されているのですが、こちら8冊が私新井大輝が知っている著者の方々になります。もしかすると今これを見ている人も、例えばブレイディ・ミカコさんの「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」であったり、水野敬也さんの「夢を叶える像」なんかは一度は書店で見かけたり読んだことあるかもしれないですね。今回紹介している本はどんな本か一言で表すと、ノンフィクションの出会いの場という本になっております。どういうことか説明していくと、小学生あるいは中学生の時はフィクション、例えば絵本とか小説とかラノベなど自分が好きな物語を中心に読んできたと思います。それを通じて知的好奇心を満たしたり、想像力を培ったりしていったと思います。ただ、こちらノンフィクションになると説明文とか評論文が中心になっていて、読んでいるうちに退屈に感じたり、知らない言葉と出会ったりして途中で読む気が失せることもあるかもしれません。ただ、この今紹介している本を読むことでノンフィクションに興味を持つきっかけとなること間違いなしです。例えば、ノンフィクションの出会いの場、どういうものがあるのか。身近な植物の素晴らしい仕組み。一人では何もできないロボットの魅力。大災害に見舞われた時の肉親の死。などなど。普段日常生活で過ごしていると、考えたり触れたりする機会がないと思うのですが、各著者が主張していることを中心に触れることで、そういったものの見方もあるんだなと把握することができます。本書の特徴をいくつか挙げるとするならば、1つ目は1編あたり5分から10分程度で読める長さとなっておりますので、朝読、多読、あるいは寝る前なんかに読むのに最適だと思っています。2つ目は、身近な問題意識を出発点に具体的な著者のエピソードや考えたことを交えながら展開しているので、最初は分からなかったとしても読んでいくうちに分かったり、あ、なるほどなと理解したりすることができます。3つ目は、読解の手助けとなる問題がついております。1編ごとに文章末に問題が2題掲載されていますので、自分で解いてみたり考えてみたりするきっかけとなります。4つ目は、読書案内や読書コラムが充実しています。一通り読み終えた後に次に読みたい一冊が見つかるでしょう。先ほどのスライドをもう一度投影しているのですが、今回は真ん中に掲載している伊藤亜紗さんの本の中身を紹介していけたらなと思っております。伊藤亜紗さんは研究者ではあるのですが、研究テーマが生涯を通じて人間の体の在り方を研究する、これをテーマに研究されています。今紹介している編著本の中には、君の体何者かの一部が紹介されているのですが、私、新井大輝は、
2冊読んだことがあります。1冊目は目の見えない人は世界をどう見ているのか、もう1冊は体は行く、できるを科学するテクノロジー×体という本です。中でも目の見えない人は世界をどう見ているのか、こちらも書店でたまたま見つけまして、本の表紙の絵が可愛いなと思いましてジャケ買いしました。でもこの本を読んでいるうちに、ある場面においては目の見える人よりも目の見えない人の方が物事をはっきり見ているなと理解することができて驚いた覚えがあります。本の中身に触れていくと、伊藤亜紗さんの原体験として、日本にいると喋れて当たり前というプレッシャーがすごかったそうです。もともと伊藤亜紗さんは喫音、つまり喋るときにうなってしまったり喋るのに時間がかかったりする癖があるのですが、日本にいると喋れて当たり前というプレッシャーがすごいと。アメリカにいた時は、アメリカ自体が移民の国ということもあるので、外では英語を喋って中ではスペイン語を喋るなど、いろんな訛りが伴った英語が身近に飛び交っているということもあって、いろんな訛りの英語を聞くことにみんな慣れていることが多かったようです。反対に日本にいると、日本語が均一であったり、日本が均一という国もあって、下手な日本語を喋ってしまうと変な顔をされることが多かったようです。ただ喋れて当たり前だから簡単というわけではないですよね。我々が普段今このように喋ったり、歩いたり、走ったり、食べ物を食べたり、小学校に上がるときには自転車に乗る練習をして、気づけば自転車に乗るようになったりしているのですが、最初は意識して、例えば右足をつけたら次左足をつけてとか、食べるときには箸の持ち方なんかを教えられてきたと思うのですが、気づかないうちに体が勝手に覚えていくことが多かったと思います。そこから体の身になって考えてみると、違う世界が見えてくると著書では展開しております。つまり体を知ることで君自身を知ることでもあると。どのような歴史を経て今の体になったか知ることで、不気味なもののように思えていた体が自分を支えてくれる土台に感じることができます。確かに私、新井大輝も時間があるときにいろんな人の歩き方を見ることが多いのですが、歩き方一つでその人の今の心情であったり癖なんかも見抜くことが多いです。テキパキ歩いている人は仕事ができそうだな、あるいは今忙しそうだなとか、ゆっくり歩いている人、ぴょんぴょん跳ねながら歩いている人は、あ、そういう癖を持って歩いてるんだなと見ることが多いです。今このように伊藤亜紗さんの事例を紹介したのですが、ノンフィクションの物語を知ると何がいいのか。1つ目は一般的な見方や思い込みの揺さぶりを楽しめる。2つ目は逆説的発想を楽しむことができる。3つ目は見えないものが見えることを楽しめる。そして4つ目は複数の文章の関連を見つけて楽しめる。しかも今回紹介している本は20のノンフィクションの物語があるので、自分の好きな物語から読み進めてあちらこちら行くことをお勧めしています。どんな人にお勧めしたいか伝えていくと、1つ目は普段本をあまり読まない中学生、高校生、2つ目はフィクション、小説を中心に読んでいる方々、3つ目は隙間時間5分から10分でサクッと一編を読みたい人、そして4つ目は私、新井大輝のように新しい著者に出会うきっかけを作りたい人、こういった人たちにぜひ手に取って読んでみてほしいなと思っております。最後に、こちらはいろんなところで言われていると思うのですが、読書をすることで何がいいのか、どうなるのか、これに関しても今紹介している本に書かれていたのですが、これはトマの一徳さん、哲学者の方にはなるのですが、この方がおっしゃっていました。読書をすることで脳内に Google マップを作ることができると。確かに自身の直接的体験の方が一見すると得られるもの多いかもしれないのですが、行き詰まった時や何か新しい着想を得たい時には、読書をすることで
解決策のきっかけが導かれると伝えております。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶということわざにもあるように、いろんな知識を事前に蓄えておくことでいざという時に役に立つことが多いです。またいろんな知識を得ていくことで、さまざまな観点から一つの事象を見たり、自分の思い込みは果たして正しいのか批判的に見ることができたりします。なので普段あまり本を読まない人は、ぜひ中高生のための文章読本を一つの切り口として本に触れるきっかけを作っていただけたらなと思っております。はい、いかがでしたでしょうか。今回紹介した本の内容が良かったなと思った方は、グッドボタンとチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。以上です。